はい、私あと8分あるからね。オーストリアの不妊治療ね。いいな。お、不妊治療、腹立つ。いや別にね、そんな、いや大したことじゃないんですけど、オーストリアで病院に行ってるんですよね。で、その不妊治療の外来なんですよ。ほんでね、先生がね、いっつもね IVF しようって言うんですよ。IVF。IVF ってIVF。体外受精の話。私たちが特に心配した費用面について記録しておきたいと思います。はい、IVF っていうのは体外受精のことで、体外受精の費用は3000ユーロ、はい、40万とか、うん、でさらに薬があるから、はい、20万30万上乗せして70万、はい、でうわでも助成金があるよ。でこれあるんですよ。それでこれがあるから私は先生に安住さん誕生日になる前にやりましょうって言われてたんですよ。40歳までやったら、はい、お金出るからやりましょうって。で何が起きたかっていうと、じゃあその前にこの検査しましょうっていう違う検査に私7ヶ月ぐらいかかったのね。結果もらうまで、結果もらってでもう一回その大学病院行くまでに7ヶ月ぐらいかかって、もう誕生日終わってたんですよ。ほんならなんか「あんたすごい時間かかったな」みたいに言うわけ。こいつこの野郎、外国人として生きることの大変さの1ミリも分かってへんやつがよみたいな、そういうちょっとイラッとして、でもほん腹立ってるね。ほんまこいつ何も分かってへんと思って。いやいやお前んとこのシステムだいぶおかしいからなと思いながら、例えば、それは腹立つな。大学病院の予約取るのに私何ヶ月電話した思ってんねんお前んとこみたいな。もう大体全然通じへんし、いや予約取れへんかったらどうやって来い言うねんっていう話じゃないですか。しかもなんかその月経の時に来いとか言うわけでしょ。だから月経の時に予約取れへんかったらもう一回1ヶ月待つわけなんですよ。何その腹立つ話。いやでもそれはさ、なんか私がそれを言われてるからそれをしてるけどさ、本当にそれが必要かはよく分からへんけど、とりあえずさ、もうさ、何言われたことやるしかないやん。全部分かるわけじゃないから、もうドイツ語なんか読みたくないしっていう感じでね、やって、ほら見て、助成金の受給は年齢に制限があり40歳までしか受けられないって言ってるでしょ。それでだから先生私の誕生日の前にやりたいって言ったわけ。それで誕生日終わったわけ。全然もうなんかさ、この検査受けてください、でこの検査受けた後この検査受けてくださいっていうのをやってくださいって言われんねんけど、それはもちろんドイツ語で書いてあるのはいいで読むがな。でもな、違う、ここに行ってこの検査受けてください、その後この病院に連絡して予約取って検査受けてください、その後戻ってきてくださいみたいな、全部ちゃうとこ行かされるねん。さ、日本やったらさ、もう一つの病院で終わるやん、全部やってくれるやん、ちゃんと次の予約取って紹介してくれるかそれ全部自分でやれ言われて、私も1回目の検査からこけて、その検査で全然いい結果出えへんから3回同じ検査を受けて、でなんかじゃあその検査はかかりつけ医に相談してくださいって、うちちゃうんですみたいなほんでまた違うとこ行って、そのかかりつけ医もようわからんけどやで、薬処方してやで、ほんでさ2回言われるがままにちゃんと薬も飲んだのに結局結果良くなくてやで、もう3回目も安住さんもういいわこいつと思って違う病院行って、でまあ違う薬出してもらって、やっと3回目じゃあできました。ほんで次じゃあこの次の検査行きましょうって、じゃあこの次の検査ちょっともうでもこの結果この紙もう期限切れそうなんですけど、いやいやいやなんとかしてくださいなんとかしてください、いろいろあってやで、やっと予約取れて検査できました、結果できました、ほんでよし紙もらったよし次予約取るぞって思って大学病院戻ってやで、予約したらもう誕生日終わりましたほんでやで、いやいやあんたえらい時間かかりましたなみたいな、ふざけんなよお前んとこの国のシステムお前分かってへんちゃうかみたいな。それでね、でまあいいんですよ、私は別にその誕生日過ぎようが過ぎまいが、もともと言うてたんです、興味ないです、興味ないです、うん、でもう興味ないけど考えますって誕生日来るまでは言ってたんですよ。まあ、別に今イエスのをつける必要もないから。でも今はい誕生日終わりました、いやいや私もう40なんでいりません、それあんたんとこが決めたんでしょ、あんたんとこの科学者と医者が何歳までやったら確率がいい、何歳までやったら健康な子供を産める、何歳までやったら社会にとって利益がある、だから税金からお金出してもいいってあんたんとこが決めたんでしょ、いや私その年齢じゃないって決まったんでしょなんでそれやのに私に受けろ受けろって言うんですかっていう気持ちよ、うん、コメントは腹立つなはいはい、もうこの人は最終的に私たちの場合1回の体外受精まあ10万円、これってさ日本でもあんまり変わらんね、10万12万13万、あなんかそれぐらいらしいな、うん、そう10万円で私はほんまに興味がないわけ私したくないって興味がないって言ってるでしょってやりませんか、ああ興味ないですってこうもうパンパンって返してるわけ、それやのに、うん、最終的にやっぱりやりませんかってくるわけ、こいつ何聞いとんねんけど、助成金は出ませんって言ってんだよ、いやお金出ないんですよね、私もやりたくないんです、やりませんってこう2つの理由やん、やりたくないしお金も出ない、だからやりませんって言ってる、それやのにいややっぱり私のオプションは IVF ですみたいなこいつふざけやがってと思って、じゃあ本当のプロフェッショナルって言うんであればさ、 IVF があります、こっちのチャンスこれぐらいやと私思います、もう他の方法こんなんあります、こっちのチャンスこれぐらいやと思います、こっちもあります、これぐらいのチャンスです、はい、どれしますか、私はチャンスから見てこれがいいと思いますが普通でしょ、 IVF しかいいよらへんねんっていうのがねあって、しかもこれ誕生日の次の日もうこれめっちゃ腹立つと思ってなんで私誕生日の次の日にこんな腹立つ会話させられなあかんねんと思ってお前ありがとうの一言も言われへんのかいと思って思うわけですよ、うん、はい。しかもね何が一番腹立ったかっていうと、なんかお金の話とかじゃないんですよ。なんかそれは女の人がねこういう技術を使って子供をね作りたいと思った時に、こうどれぐらいねなんか何時間おきに注射させられて、なんか私がテレビドラマで見たのやと1日に2回か3回注射するんですけど、3時間おきみたいなやつなんですよ。で自分のね、うん、職場にだから注射置いとくんですよ。で時間になったら打つ。ほんで注射捨てるゴミ箱も置いてって、でそれをね1ヶ月とか2ヶ月続けるんですよ。でいい卵を育てるためにでもその注射ってもちろん何かを体に入れてるから、その精神的にね気分が悪くなったりとか、肉体的に気分が悪くなったりとか、そうだなんかそれこれ食べても何も感じませんよじゃないんですよ。でそれで何ヶ月も暮らさなあかんって。でもなんかそれをいやでもそれでも子供作ったらなんていうの利益になりますよいいですよみたいな考え方を押し付けられてんのがすごい嫌もうよう考えるな。いやいやそんななんていうの犠牲、そこまで犠牲にしてやで、なんかそこまで犠牲にして自分の DNA を次の子供にこう渡すことがそんなに大切ですかみたいな。私の DNA そんな大切ちゃいますけどって思うわけ。でなんかこういう人たちがこういうテクノロジーこういう技術があって当たり前使って当たり前でなんかそうやって子供作って当たり前みたいな何でも当たり前みたいにすることも腹立つと思って、なんかお前人生で何でも得られると思うなよ、人生には手に入れられへんこともあるねん、それも受け入れていけよ、子供生まれへん時もあるやろ、俺は受け入れていいって言ってんのにお前がいや言うな俺の人生や、ね、普通逆じゃないですか。お医者さんがもう諦めてくださいっていや私やりたいんです、その逆やからな。ああなるほど、うん、お医者さんがなんか諦めへんでお前んとこの国がルール決めたんやでって、40歳以上は見込みが薄いからやりませんって社会の利益になりませんって決めたやろっつって、そこにくっついていけや言うて、すごい私今日テーマ通り話したと思うねんけど、というわけでオーストラリアすごいなあ、なんか聞いてて思ってたんだけど安住さんって話すんのうまいよな。やったもう聞かせ方がすごいうまいな、皆さん思ってると思うよ。ふみさんの話と安住さんの話どっちが面白いって言ったら多分99対1ぐらいで安住さんの方が面白いってなるんじゃないかなと思って感心しながら聞いてた。ふみさんのさそういうなんかフラットに分析できる能力とかってやっぱすごいなっていつも感心する。ありがとうなふみさん。いや面白いなぁと。なんかこんなさ身振り手振り踏まえてわーって言うてそのなんやろ声の抑揚とかもいいし聞き取りやすいし。いやすごいな、俺なんか同じセリフ何回も言うてなんかカンでさどうしたありがとう改めて思った、あんたすごいわ、はい、エンディングです